皆さんこんばんは、ハイボール3杯ビール2杯、飲ませてもらってるウェストコーストの代表のデルクです。いつもお世話になっております。今日もビールを紹介したいと思います。今日は実は動画3本目なんですけど、これシンギュラリティシングルホップシリーズのワカツ、ニュージーランドの、よく平時に使っている、組み合わせで使うことが多いんですけど、シングルで使ったのは僕自身も、一度も飲んだことがないので、ぜひやってみようということで作りました。果たしてどんな香り味なのか気になりますね。ちょっと飲みながら解説をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。濁りがやばい、めちゃくちゃいい、結構濃い、出てくる間がアップルジュース感があるんですけど、もうこれグラスに入ったらもうまあ見えないですね。向こうは全くずっしり度がすごいです。ネクター感がすごいです。しかも結構薄めです。色が、香りはちょっとね、麦芽感がある。麦芽、パイナップル、白、白桃、桃もありますね。僕らも若津使うのは、まあ、柑橘が出るということでよく使ってますけど、あと、まあ、トロピカルフルーツ感ももちろんあるんですけど、味はどんな感じでしょうか。柑橘もありますけど、ストーンフルーツ感めっちゃ強いですね。なぜか、まあ、トロピカル寄りですね、どちらかというと。ただ爆発的な感じではないですね。まあ、本当に缶詰したてなので、そのせいもあるか、ちょっと青い、感じもしますけど、飲み応えはすっごくあります。もうしっかりしてて重たいぐらい、度数なんだけど、度数が 7% なんですけど、度数的にはまあそれ以上に感じることはないんですけど、結構飲み応えがあって、いやでも飲み疲れないですけど、飲みやすい。若津ってこんな感じなんだって多分発見があると思います。なかなかこう、まあ、さっきも冒頭で言ったんですけど、シングルで使うことは絶対ないので、ただまあダブルっていうか、その組み合わせで使った場合にこんな特徴があるんだっていうのを分かった方が面白いし、まあ、僕らはよく使うホップ公開して発売をするんですけど、まあ、今度若津が入った、ヘイジーを飲んだ時に、まあ、このビール由来の、味があるかどうか探してみるのがいいですね。ああでもめっちゃドライですね。やっぱこの時期にあんな甘ったるいね、東海岸のヘイジーちょっとないですね。ウェストコーストはドライで、いいですよ。やっぱこう綺麗がいいやつは、なのでまあシンギュラリティ、ちょっとまあ、エルドラドだったりネルソンだったりストラタだったりなんですけど、今回はちょっと変化球で、若津っていうことで、ぜひこの機会に、若津のシングルホップ飲んでいただければと思います。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。